Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。さあ、今日ちょっとね、ビューティー系の動画になるんですけど、ちょっとね、薬局に行ってまして、僕ね、行きましてね、鼻毛抜きのゴッソってあるじゃないですか。もうそれをね、探しに行ったらなかったんですよ。で、まあ、それをね、こう、あるかな、あるかなってずっと探してたら、結構面白いね。面白い、商品を見つけまして、まずこれ、一つ目。これ、1分間このジェルを鼻のね、こういったね、角質の気になるところでよく練り込むんだって、まず。よく練り込む。で、本当はそれで水で洗い流していけば、数日経てばすごい綺麗になりますよっていう商品なんだけど、一応ね、なんかね、おすすめの裏技、口コミの裏技みたいのがあって、それを1分間塗って、まず水で洗い流すんだって。で、その後に、こちら。これメンズ用、まあ別にね、女性用でもいいんですけど、毛穴パックあるじゃないですか。水につけて、これを貼り付ける、この毛穴パック。これをやると、どうやらごっそり、角質が、取れるというね、ことが書いてありまして、なんでしょうね。動画で僕結構ね、YouTube の動画をね、こう、見ていくとですね、オロナインパックっていうのが出てくるわけですよ、動画でも。まあ、それまたね、個人で検索してまた見ていただければいいんですけど、オロナイン軟膏を鼻に塗って、水で洗い流してパックすると、すごいごっそり取れるよっていうね、話題の動画があるんですよ。まあ、でも、それもしっかり。これは、なんかその正規品みたいな形で売ってましたので、今回これを試してみようと思います。まず、これから塗ってみましょうか。ちょっと行ってみましょう。パール状の目安っつったら、どんなもんかな。こんなもんかな。こんなもん。うん。指の腹に軽く、こんなもん塗ってきます。よく1分間塗り込むそうです。そうするとね、あったかくなるんですって、こうやって塗っていくと、こんな感じで。あ、あったかい、あったかい。確かにあったかい。はい、すっきり洗い流してきました。さあ次に、洗い流したらこちらの、メンズ用の毛穴、髪剥がす用のパックでね、ちょっと、角質パックしていきたいと思います。本当に取れんのかな？まず鼻を水で濡らしていきます。で、こちらの、紙パックしていきます。どんな感じになるかな？本当に取れるのか？いくぞ。つけていきます。さあ、いきますよ。どんな感じになるかな？いきます。いてててててて。でお、どうでしょうか。いきますよ。ゆっくり剥がして。どうだ。うおー、めちゃくちゃ取れてます。ここからもしかしたらね、見たら不快に思う方もいるかもしれませんので、自己判断により、見ていただけたらと思います。それでは公開します。3、2、1、どうでしょうか？いかがでしょうか？この白いね、プツっていうのが私の角質です。こう見ればわかるかな？ほら、こんなに取れてる。こう見ればわかりやすいかな？ほら、びっちり、びっちりついてる。めちゃくちゃ取れてます。いかがだったでしょうか？かなりね、ごっそり、ごっそりと取れてました。まずしっかりね、この取った後のね、毛穴ケアね、こういったね、私これ、ドンキホーテで50円で買ってきました。これをね、しっかり、こう貼り付けて、最後にね、水分と潤いを与えて、毛穴をキュッと締めてね、しまいにしようかなと思います。はい、いかがだったでしょうか？かなりね、たくさん取れました。こちらの方、皆様も店頭で見かけたらぜひ、チャレンジしてみてください。かなりね、ごっそり取れました。まあ、1ヶ月、もしくは1週間に1回のね、ケアとして続けていこうかなと思います。最後にご視聴ありがとうございました。がっちり取れました。